で、実はさっきレビットのところでも少し見えたかと思いますけれども、今回の MAX からですね、新しいビューキューブと言われているもの、というものがあります。ちょっとこれをパースビューにちょっと変えてみましょうか。よいしょ。はい。こちらにビューキューブという、新しい、ビューポートの、ビューポートというのはこういった画面のことを MAX では呼んでますけれども、ナビゲーションツールというのが、搭載されています。これは例えばレビットを使われていた設計者の方々でも MAX をここから使いたい、あるいはインベンターを使っていた設計製造の方が、MAX に行った場合に、ツールを、設計ツールをですね、こう変えたとき、やっぱり一番最初にネックになるのが画面を入れ替える。視点を変えるときのショートカットとかコマンドがみんな違うのですごく戸惑ってしまうというのが当然あります。で、2009年度のオートレス製品からは、オートレスというさまざまなツールを皆さんにご提供しているわけなんですが、そういったツール間の基本的な操作感、ナビゲーションの方法を全部共通化しようということで、基本的には2009年度の製品からすべて3次元のツールに関してはこのビューキューブと呼ばれているものと、次にご紹介するステアリングホイールと呼ばれているものは搭載しています。じゃあこのビューキューブちょっと動かしてみると、もうこれ角を動かすとキュキュ動いちゃいますね。この辺の操作の仕方すべての製品同じです。ちなみにですね、ちょっとご覧いただきましょう。これあの製造系のデータでオートデスクショーケースと言われている、いわゆる、インタラクティブな、デザインシミュレーションツールになるんですけれども、こちらにもビューキューブ搭載しています。これを動かして同じように動かすことができます。このビューキューブの使い方さえ覚えておけば、どんなツールに行っても全く戸惑うことありません。インベンター開いてみましょう。オートデスクインベンターにも同じツールが入っています。これも全て同じですね。なので、このビューキューブさえ知っていればツールを移動した時でもとりあえず最初のストレスというか、戸惑うということがなくなりますよという形になります。じゃあもう一つの共通ツールであるステアリングホイールというのもちょっと見てみましょうかね。こういったものです。ちょっと画面上見えづらいですかね。こういったあのウェッジと呼ばれてますけども、くさび型のボタン構成で作られているものです。これをオンにしますと、基本的にマウスカーソルにすべてこれがついてきます。例えばウォークというウィンドウがボタンがあるので、これをクリックしますと、ウォークスルーですね、ずっと中に入ってきます。ちょっと分かりやすいようですね、ちょっと迫力つけましょうか。ウォークグーってやると、部屋の中をどんどん入り込んでいく、あのちょうどゲームをやっていくような感覚ですね。あるいは上下というツールを使って、下のもと視点を下げてみようとか、あるいは見渡すというツールで、外見たりとか、ああ夕焼けが綺麗だなと関係ないですね、こう行きましょうとか、ウォークでもう少し中に入り込んでみようという形で、どん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 室内の中には、動き回るというようなことも可能になっています。こういったツールも全て共通ですね。あとリワインドというツールがありまして、今まで見てた視点に瞬時にこう戻るということも可能になっています。とりあえずこういったトレーズご紹介ということでさせていただきました。